ドラえもん、星さん、往年の名作でありスルメ漫画。主人公は他力本願のクズの人族の小学生。この小学生の未来の子孫が、自分の学力を伸ばすためには先祖の主人公を魔改造すればええやん。ということで未来のメイドロボであるドラえもんを現代に送るというタイムパトロールが仕事をしない漫画。この漫画のくっそ面白い部分はコチカメと同じく、アニメ版だと現代と同じく非常にマイルドな味付けに変わっている部分の前の、ロックンロールでアウトローな味付けを味わえる部分。例えば主人公ののび太はかなりのクズキャラとして描かれているし、ドラえもんも意外とポンコツで発言が、クズののび太に対してお前ってガチでクズだなみたいな感じがクソ激烈にアウトローしてて、アニメしか知らない人族にとってはとても面白いと思う漫画なのぜ。そもそも、この藤子先生は、ドラえもんを当てるまで、ガチでクソ激烈に苦労してて、ミノサウロスの皿とかの意欲作を作っていたんだけどそれでも当たらなくて、もう藤子不二雄はこんだなって評価されていたような暗黒の時代に生み出した名作なのぜ。だから、作風もクソまみれの精神状態から生み出された名作だからアウトローしててとても良いし、連載が長期化して作者の精神状態が安定してくると作風やシナリオも安定し始めるんだよね。そんな作者の闇とかガッツをたしなめるクソ面白い漫画、ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よ。